質問なんですけど、最初に司会者とってんで、はい、半分確認というか質問なんですけども、具体的な戦略ですね、今日出した5大政策をしっかり決めて、まあ、例えば、まあ、詳細は検討するにしても大まかなところでああいう具体的な政策を決めて、それを、無党派無所属の市民がこれでいこうと言って大量に立候補するということなんですが、具体的には参議院選だと1人区3人区の考え方っていうのがポイントになるわけですけども、1人区は無党派の市民の人がもう全部出るということなんですが、その無党派市民っていうところに無所得っていう感覚でもいいわけですよね。つまり既存の元だし、別にこう政党の候補を排除してるってことじゃないんですよね、むしろ無所属のに一回なってもらって全員がその人を応援するっていうだからような、やり方があるんではないかという今説が出てます。だから一人区のところに当然与党側が一人出ると、でもう一方側は無党派市民とプラス、政党からちょっと離れて今まで、議員政治家をやってた人も 無所属になって出るってことも含めてですね。前回の参議院選も野党統一候補の方々の中で、まあ、やっぱり民進党多かったんですけど、民進党籍の人と無所属民進推薦の人両方あったんですよ。で、無所属民進推薦であってもほとんど民進党の部隊が選挙やってたり、ちょっといろんなこう兼ね合い色分けはあったんですけど、だから無所属みんなが応援っていうのはもうすでに、前回の選挙でもやってるし、それを全部やっちゃうと、ポイントは選対をできたら無所属を中心に作った方がいいってことなんですよ、ただし推薦とか支持みたいなのは受けるというだし、みんなで選対を運営しないといけないんですけど、やっぱ今までの野党共闘の実務的問題は、やっぱり連合の選対がガツッとあります。その選対が中心に入って、やって、そこに市民がちょろっとなんか少子張り手伝いに行きますみたいなぐらいだと全然盛り上がらなかった、でも逆に真山さんの選挙みたいに別に連合がダメだということでもないんですけど、実態的にやっぱり大きな組織ってなると、大きな組織のこうやるべきっていうのがあって、そうやるべきっていう壁がむしろ自由な市民の運動を阻害しちゃうという、それが取っ払われると真山さんの選挙みたいに勝手に好き勝手みんながやりだして、まあ、むしろ票が伸びたと、そういう選挙をやるための無党派統一候補運動を市民が起こさないとっていうことなんですよね。まあそこが主体になって、はい、ということですね。はい、どうぞ。質問なんですけど、すごくいいと思うんです。私は、ですが、一つだけその無党派統一候補を決めるやり方、さっき黒川さんおっしゃってましたけど、こう事前に決めるとか、でもそれはいつどういうの決めるんですか。よっぽど揉めるって言ったらあれなんですけど、いっぱい候補がいるところは予備選挙とかをやるべきなんじゃないかと思っています。でそういうことも方針も含めて、まあ、6月6日とかである程度言いながら、秋口に向けてじゃあ実際に予備選挙をやるようなところが出てきてほしいし、今僕らもそういう話をしている中で予備選挙やりたいという話があります。でむしろ市民側がちょっと記憶がありますかね、千葉県知事って市民団体が一応募集したじゃないですか、知事候補。あ、そうなんですか。そうなんですよ。前回の知事選、千葉県知事選、結果的には負けちゃいましたけど、でもそのプロセスがは面白いと思うんですよ。まあ要するにそういうようなことを参議院選とか国政選でももっとやっていいです。でそこに、政党の人も声手挙げてもらって、公明正大に正々堂々戦っていい人を勝たしていったらいいんです。でも選ぶのは市民だし、場を作るのが市民であることが大事なんですよ。それが立憲が作りますってなると、じゃあ新民進は乗れませんみたいなそれが無党派市民がその地域で作っちゃえれば
まあ、乗らざるを得ないし両方乗れますよね。でもそういうのができたら政党の人たちもうまく使うと思うんですよ。やっぱどこまで行っても政党の人たちが言い出すとこうぶつかりが取れないのであれば、そういう市民のところをうまく使うじゃないけど、政党の人たちもそこをプラットフォームにしながらやれると思うんですよ。で、運動、そういうことを呼びかける運動の主体っていうか中心っていうか事務局というか何かがなければならないと思うんですけども、そのあたりはどういうふうに考えてますか。全国、ほら、それを多分6月6日とかをきっかけにしてどう作ったらいいのかっていうのも、まあ、一定6月6日に来てくれる人たちに、まあ、意見ももらいながら、ちょっとまだ6月6日の中身が完全に決まってないんですけど、多分賛同団体とか募集するような方向になりそうなんですよ。実はあの4月5日の桜祭りも賛同団体を募集させていただいて、一応中心にいた事務局のメンバー以外に賛同団体の方とかとも協力して、ちょっと普通の通常よりは大きなメンバーで会を運営できたんですけど、そういう感じで誰が中心というよりはみんなで新しい船作っていくよみたいなのに賛同してくれる人をまずわーっと集めて、でその人たちが議論してプランができて、またそれがいいなと思ってもらえれば賛同者増えていくみたいな、そういう起爆点を、まあ、決起集会ですから6月6日にすると。でそうであれそこに一応鳩山由紀夫さんとかあの、まあ、著名な方も来てくれて、でも主体はそこに来る人一人一人の市民なんだよということを高らかに宣言する方向だと、はい、調整中です。はい、あ、じゃあそちらの方でその日のこっち、はい、それを、ね、黒川さんの提案する、それをどうその伝えていくかっていうのがものすごくいいです。実は昨日ちょっとこちら県知事選のお話したけれども、あれも失敗でしたね。いろんな選挙を応援してきましたけれども失敗に含めて、やっぱりさっきおっしゃったように組織の壁ぶち当たるんですよ、どうしても。で市民団体も組織っていえば組織ですよね。そうすると私みたいに党派にも属さなくて、まあ火星球場のチャンにやってましたけど、空に降りて全く私個人としてどっかの選挙とかあの応援に行こうとするのにどうしても壁をいつも感じてなくて、でそのいかにその炎に起きて盛り上がって選挙応援をしてきて人が集まってくる、それちょっとやっぱり時間が必要だと思うんですよね。こういう動きを今素晴らしいでね、しょっちゅうお会いしてるけれども、もう選挙ということに絞ったあのお話聞いて、あ、すごいなと思います。でそこに持っていくのは今ここのご参加の人がそれぞれの自分の地域に帰ってこれをまた伝えていくっていうと、やっぱり 理想の実現というのは少し時間かかるかな。で昨日ちょっと揉めてたんですけど、やっぱり長年やってきた選挙運動、政治活動も含めてネット、SNS、Facebook、Twitter やってない人すごい多いですよね、今の現役で、うん、その人たち一人一人伝えていくのはものすごくいい。その辺どういうふうに伝えていったらいいか、ちょっとポイントあの、まあでも一気に伝わるというよりはやっぱりこう一人が二人に伝え、その人たちが何か新しい成果を出してそれを見て納得して広がっていくっていうものだと思うんです。でもちろんそのあんまりノロノロしてたら間に合わないということではあるので、だから6月6日とかっていうのを用意してるのは、いやたいなしそこに友達連れてきてくださいなんです。でそういうなんかみんなが使えるちょっといいなと思えるようなこう要所要所でのイベントを作りつつ、でそこに、各地域から来てもらいつつ、で帰った人はまたその地域でやれる運動の呼びかけを、またみんなで考えて、だから予備選やりましょうよっていうのも、あの やりたいよって言ってくれるような先行地域が例えば3カ所とか5カ所とかで実際予備選やってみたら分かると思うんですよ。そういうのをあの、まあ、もちろんネットがない人はより見づらいっていうのはあるかもしれないですけど、でもこういう地域での集会もやりながら、でそこに、それはあの
僕らがどのぐらい回れるかっていうのはあるんですけど、呼んでもらったらなるべく僕も行くようにしたいなと思いますし、よほどのことがない限り参議院選終わるまでは僕も体フリーに開けとこうと思い、これは寒波がいつまで持つのかというあの実務的問題もあるんですが、まあちょっと先のことを考えていてもしょうがないので、できる限り、いろんなところを回りながら20人とか30人とかっていう人たちと実際話して、でその人たちがまた何かをやってくれるのをつなげていく運動をしたいな。はい、はい、答えになってましたかね、すいません。週刊金曜日やあるいは、まあ、紙の特段はその日々などに書かせていただいております。一言でご紹介すると、長野総プラス東京都教育委員会プラス自衛隊と打ち込むと、高校生を東京都教育委員会が自衛隊に連れてって更新訓練させた記事を2ページ書きましたので、まあ、それでちょっと単的に4点ね、あの順番に聞きたいんですが、まずね、あの非常に今日いい言葉と思ったのは、1万人が選挙の主体者にっておっしゃったんですね。でこの時やっぱ若い世代の主権者教育大事だと思うんです。18歳選挙権で、非常に今の山口で、あの安保法のですねことを、まあ、高校の授業で扱って、で、あの安保に賛成反対を聞いたんじゃないんですよ。どのグループが説得がありますかという投票ね、模擬投票やったら、その学校の自民党が強くなるということが4年ごろからありました。ということで、非常にこう今あの授業、高校の公民の授業、あるいは中学の社会科の授業が非常にこう政府のことを教える方向にね、教科書もそうなってますけど、なってるんで、非常にそれで、ね、気になってるんで、あの、まあ、要するにこう、私一番言いたいのは、自転車教育のことへのね、自分は選挙権が非常に自民党多いじゃないですか。50% 以上自民党入れちゃってるんですよね。だから、君がの強制だったら、世論調査やると、君がが好きじゃなくて、君がを強制することがいいですかと、処分してもいいですかっていう質問の高校生の支持者がね、10% 増えちゃったんですよ、10年前に比べて。強制することでいいっていうのは、非常に恐ろしい。と思ってるんで、その主権者教育に関して、あの特に今までやってこられた方が18歳とかですね、に対しての語りかけ、それをまずね、おっしゃるのと、だから2点目はね、さっきあの4点あるので、1点ずつ言っても大丈夫ですよ。あ、仮説って、じゃあそこまで2点目まで2点、はい、2点目仮説までね、あのさっき、労働者や若者やる気をなくしてっていう話があって、まあ、結婚の率が下がるとか、そっちの経済面から見ると同時に、やっぱりあのやる気なくしてるっていうのは自尊感情、自己肯定感が低いからだと。これはいろいろ文科省の調査でも出てますが、それはやっぱりあの非常にこう生徒が今大事にされてないと思うんですね。国国ってことばっかり教え込んで、国があっての安倍さんみたいに国民、やっぱりあのそのあたりについても対抗策やっぱり考えなきゃいけないと思います。あの、まあそうですね、特に卒業式で君が絶対立てとか、一人一人の個性を大事にしないと、そのあたり含めてお答えください。すみません、言葉使われた時に、はい、国っていうの、はいはい、自民党が作ってきたこれまでの国であり、政府はそういうものであるっていうことを、はい、あのそこを全然にね、あ、もちろんお話しされてるけれども、はい、私たちが求めてるのは、はい、市民政権ですよね、今の流れでいうと。そうそうそう、だから私たちの求めている政府だったらこんな風にはならないということを一つ大丈夫に置いとかないと、うん、まあ、そういう意味で何をすべきかっていうことですよね。だからそういうイメージをね、そういうイメージを私たちは持ちませんか。ほとんどの人、私周りの、私まだ働いてますけど、周りの人たちに声かけてもやっぱり子育て中がバタバタ忙しいし、とにかくあの聞く耳持たないっていうよりもやってるうちにこう抜けていくんですよね。でなかなか話ができない。だから行動できる市民っていうのが、いわゆるプロ市民って言われてるような、あのかなり活動してきた人たちじゃなくて、ごく普通の人たちが今怒ってはいるんですよ。そこをこう持っていくときに、なんか国がって言ったら、あの人たちはもうあの私たちタブセシステムって言ってますけど、明治維新以来の中でずっと支配してきた人たちが米国と合体して戦後を作っているというね、あの今いろんないい本が出てるけれども、今日午前中ちょっとミーティングあったんで参加してたんですけれども、あの岸信介元首相があの CIA のエージェントで石橋三段から変わったとか、その後ロッキード社を通じてね、週刊文春の8年ぐらいまで記事をすごく活動してる人が、その記事のこと知らなかったんですよね。だから共有したいものがまずベースにね、私たち持って、やっぱり黒川さんがずっと求めてきてるものを
本当に民あの直接民主制であったり、これから作っていこうというイタリアの、ね、運動に習ったりとか、そういうところとこう重ねながら話がいけるように、すごくいい、ね、あの提案をされてるから、そこに国がっていうときに私たちの求めている政府っていうのは、うん、今の憲法の政府ですけど、違いますよっていうことで、あまりにも刷り込まれてるっていうところからまず抜け出していきませんかっていうことで、すいません、大丈夫です、じゃあ、はい、よろしくお願いします。あの、まあ私たちが作りたい市民政権でどういうふうにしたいかということだと思うんですよ。はい、まあ、今の話で思うのはですね、アメリカのバーニー・サンダースの現象みたいな、ああいうことを起こすしかないのかなと思っていて、バーニー・サンダースは本当に20代30代の8割近くが彼を支持してたんですよね。でまあ、割と候補者自体はご年配じゃないですか。で社会、私が社会主義者だぐらいの強烈尖ったことを言ってるわけですよ。でもそこに対して若者たちは熱狂支持っていう。でもそれはやっぱりその将来に対する不安っていうのとか、やっぱり不公平なこととか社会に対する不満っていうのがあって、それに対して他の候補よりも圧倒的にバーニー・サンダースがやってくれそうな雰囲気が出てたわけですよね。あのバーニー・サンダースの陣営は若いボランティアとかすごい IT 強い戦略的にやってたスタッフもいるように見聞きしているので、そういうこう雰囲気の運動を作るっていうことと、まあ、それはイタリアの五つ星運動も一緒なんですけど、五つ星運動も極めて若い人たちが参加してきた運動です。で、日本でいうとシールズがそうだったと思うんですけど、まあ、今一旦解散していて、意外とその後で言うとですね、あんまりじゃあそういう若い人たちがあのシールズの後継団体である未来のための公共にバンバン人が集まってきそうかっていう雰囲気は今ないのが残念だなと思うし、そういうのをまあいろいろつながり合いながら、もっと若い人たちが入りやすい運動をしないといけない。でそれをやっぱり選挙ってすごい大きな舞台だし、分かりいいし、やっぱいいも悪いもこう吸引力求心力力があるんですよね。やっぱ選挙で安倍総理と戦ったからそれだけ、支持も批判もあったっていうことなんですけど、つまり参議院選という舞台に向けて、そういう若い人たちが面白いなと思える仕掛けを作ること自体が有権者教育として大事だし、それなんか教育してやろうっていうことではなく、楽しいなと思ってもらえれば勝手に興味を持ってもらえるってことだと思うんですよ。でそれはやっぱり山本太郎とか太郎さんとか三宅洋平の選挙が近い雰囲気を出してきたし、あのそういう選挙を各地でやること、でもここ難しいなっていう部分はあるんです。それはなんか候補者がそういう人たちだからできるんだろうという、いうこともあるんですが、確かにそうなんですけど、それは、まあ、考えてですね、今僕らがやってきたのは例えばその音頭を作ったりしてるんですけど、音頭、盆踊りみたいな音頭を作る、だから官邸前で回って踊るっていうのはなんかそこから今音頭を作曲したりしてきてるんですけど、曲まで作ってるんです、プロのミュージシャンの人たちと。でも曲ができたらなんかその音頭をもとに何人かが歌って踊ったりするとなんかそれなりに派手な絵になるわけですよ。でそういうその今まではただ立ってたサイレントスタンディングがコールになり、コールのやり方でもなんかどうやったら派手になるかみたいなのをだんだん考えると、結果的に歌って踊るしかないという結論があるんです。でそういうバカみたいなことをピエロみたいなことをやる人がもっと増えたらいいと思っていますし、単にバカなことをやっただけだと本当にバカだと思われるだけだと思うんですけど、その裏側には本当に練られたこういうあのさっきの政策みたいなものをもっとみんながみんなで考えて、これはどうだあれはどうだっていう質問にもきっちり答えられ、財務省にぶつけても否定できないようなものができていたとし、それが文書になり、その文書を持った上で歌って踊ってたとしたらですよ、あのなんか違う運動ってできますよきっと、うん、
だから今のサンダースの話が出ましたけど、サンダースがそれに近いことをやったわけですよね。やったと思う。あの政策がバッチリだったわけですよ。あの新自由主義あるいは右翼陣営とか真っ向から反対するような政策をね、いくつもやってて、それが運動となって若者から火をつけたっていう、政策しっかりしてたっていうことがね、サンダースの件でも重要だと思います。まあ、イギリスのコービンでもそうですけど、明確な対抗軸を、政策をはっきりと打ち出していたと、それがあってのことですもんね。もうちょっと下の世代、高校生、やっぱここがポイントなんですよ。政府の見解はこう教えてもらえるから、軸はここで。いやでもそのレベルの人たちに分かるような言葉で政策を伝えないといけないと思うんですよ。でもそれはできると思うんです。できると思うんです。彼らの方が先入観はないから、あのストレートにバーッと言えば入っていくと思うんですよね。でも本当に金融資産課税とか為替取引税の導入をその国家の中心で議論するっていうのはすごいことだと思うんですよ。そもそもそれが革命なわけで、あのなんか革命って言ったらなんかあれかもあれですけど、さっき言った消費税をゼロにしようとか、お金を配るっていう話はそれは誰しも嬉しいわけで、それは別に誰だって言うことはできると思う。じゃあその財源を何で作りましょうっていうことを本当に今の金融家たちと戦って、いやちょっとおかしいもおかしいですよ皆さん、ちょっとそこ幅取りすぎですからもうちょっと避けてくださいねっていうのをはっきり毅然と市民が言うってことですよね。それを今の政治家の皆さんはできないんだと思うんです。できそうにないからこういう人たちがうわーっと放棄して言ったらば、きっと共感してくれる人はいると思うんですね。で若い人はであればあるほどあのすんなり入ると思うんですけど、まあ、これもやってみないとわからないですけどね。あ、それで3つ目と4つ目を手短にお願いします。あ、3つ目って言ったのはですね、すみません、あの給料のことをちょっとおっしゃったんですけど、あの安倍さんの専守防衛に対する考え方がですね、異常だと思うんですね。この間ちょっと皆さん加わったんですけども、日曜討論をステップを起こしてマスコミ主義に対してやつですけども、やっぱり専守防衛だと日本は火の海になるとかね、まあ、火の海って表現してないけど戦場になるとか、そういうふうに要するに専守防衛はあくまで受けて攻撃を受けてたら、攻撃を管理しなきゃいけなくて、そこからの反撃だから、やられちゃいますよって、もう大宣言してるんですよ、彼が。これに対、こういうことを、こういう政治家いないと思うんですけどね、今まで。ですよね、ここまで生きる政治家はいなかったと思うんで、それへの対応が必要だということと、4つ目って言ったのは、まあ、今日あそこに本が出てますけど、家計学園の方は、まあ、森友のような、具体的な、そういう、まあ、大学生だからないですよね。年代の確認したかったんですけど、まあ、森友のようにあんな入学、協調校とかですね、ああいうことはないと思うんですけど、一応ちょっとその国家主義的に入ってですね、家計の加計学園の方は、森友問題で言われているような教育直後の暗礁とか、そういうことは、加計学園の既存の、大学ではないはずです。少なくとも僕は聞いたことがないです。ただ千葉科学大学とかは危機管理学部っていうのがあって、そこから自衛官になるようなコースがあるんですけど、結構自衛官の方が入学式にも来てました。まあ、その自衛隊だから別に軍事っていうことでは当然日本の場合ないんですけど、まあ、割とそういうその意図的に自衛隊と近いところに加計学園はある。千葉科学大学に、そういう自衛官とかにもなるパスを持ってる、危機管理学部っていうのがあって、で実際入学式にも、幹部が来てました。来賓みたいな。はい、来賓で。そういうつながりはありますから、まあ、ある種そういう意味では、加計孝太郎も日本会議だと聞いていますので、そういう右寄りの思想教育をやりかねない大学ではあります。学校ではあります。で、専守防衛について、まあ、イメージ、改憲論に対してどのように戦うべきなのかっていう話も含めてだと思うんですけど、僕は改憲論単発で戦うよりは、やっぱ選挙に対しての体制を作りながら、それで作った運動体でもって、
まあ、合憲、まあ、あの実は今立憲的改憲っていう議論もあると思いますので、単純な合憲でいいのかという論もリベラル陣営の中から上がってはいるわけですが、でもいずれにせよ選挙を戦える国民投票って言っても選挙なわけですよね、投票ですから、うん、選挙を戦う組織を市民が作ってないといけないってことですよね。その体制がなければやっぱりその後手後手に常に回るわけですよ。でやっぱり政党優位の運動があって、それに市民は引きずられていくっていうのをやってるレベルでは 100% 負けます、ね、だからこの市民が政府を樹立、政権を作りに行くぞっていう、つまりそれが何よりも強い政治受け皿を作るってことですよね。その運動を作りながら9条の改憲がもし出てきたのであれば打ち返すっていうことなんじゃないかと思うんですけど。おっしゃるとおりです。ありがとうございました。はい、どうぞ。あ、繰り返しています。ありがとうございます。あの予備選挙でやって統一候補を決めるっていうアイデアがすごくいいと思うんですけども、ただあの、まあ、アメリカで統一選挙なんかだとその共和党民主党っていうその党内でのあの、予備選挙って形ですけど、その無党派を含めてそのあの候補者を決めるとなると、そのどういう投票資格というか登録というか、あのそれがすごくどういうふうにやるのか、で例えばあの政党なんか組織票でここにあのメンバーをここに入れると、その組織動員的に決められてしまう可能性もあるし、そこら辺をどういうふうに決めたらいいのか、であとあのそのむしろその東京自体よりもその過程でその政策論争をすることがすごくあの市民に見える形で政策論争をしてあの決めていくという過程がまあ重要じゃないかと思うんですけど、そのどういうその投票する資格とかそういうのをどういうふうに考えられているのかというか、あのそこについては本当我々もこれから考えないといけないですし、実際にやろうって言ってくれるような人たちと協議しながら現実的にどういうやり方がいいかっていうのを考えないといけないんですが、まあ、おっしゃった通り、例えば政党に属している人は投票できないとかっていうルールにした方がいいのかなっていう気はするんです。例えばわからないです、そういうのもちょっと協議しないといけないんですけど、じゃなければ本気で組織動員かけて、こう組織動員的なことをガーンとそのちっちゃな予備選挙でやられると、本来は、まあ、相当歪んでしまうわけですよね。一般社会に出てみるとそんな実はまあ大したことがない、組織的な動員であっても、それに歪められてあの予備選挙が、まあ、あまり実質的に行われないかといって、全くこういう運動に興味がない人に投票してもらうことは、例えばシール投票みたいなものでって言っても、その人たちに対して選挙運動を届けようと思うとガチに選挙みたいなことをやらないといけなくなり、それはお金とか費用とかも考えるとこれ難しいと思うんです。だから、何かの党に所属している人は運動はやっていいけど投票権を持たないみたいなことにして、例えばその無党派の市民を可能な限りまずその選挙人登録とかをしてもらうようなことになるんじゃないかと思うんですよ。もし予備投票をやるんであれば、その地域で運営母体を作ってそこに対して選挙人登録をしてもらう、してもらうんだけど、特定の政党に属している人は、例えばまあ1年前までとかなんか期限決めて、特定の政党に1年前まで属していた人は直接投票はできないみたいなようにするとか、そういうことを具体的に考えないといけないんじゃないかと思います。はい、どうぞ。あの昔あの十数年ぐらい前ですね、高校生の予備選挙じゃなくて模擬選挙ですか、うん、それをやってたグループが あって、私ヤフーのグループに参加してたんですけれども、その時 その高校の先生が実際自分の高校でやって、そしてそれ その結果をですね、あのグループに投稿されてたのを覚えてるのは、とにかく学生あの高校生にその内容をですね、ここのあれは
こういうことをアピールして4つぐらいにいろんな政党とかそういったのを配って、そしてこういう結果だったという百数十人の結果でちょっと覚えてるのがあるんですけど、従来だとね社民党系はあの4番とか5番なんですけど、それがトップに出たりとか、そういうなんかこうやっぱりきちっと中身を見てしっかり考えるっていうことで、今の話で言えばあの大人って年取っちゃうといろんな違いがあって、ね、なかなかこう難しいですから、高校生の今おっしゃってた18歳以下の投票に入る前の人たちの理事投票って言うんですかね、模擬投票のその動きと、それから大人の方の最終的にはやっぱり市民がある程度こう絞り込んでいくっていう、今の選挙制度のもとではあの必要だと思うんですよね。すごくいい提案をされて、豊川さんされてると思うんだけど、そういうのがこう両方になって模擬選挙をやっていきましょうと、でそして自分たちで選んでいきましょうっていう、その市民としての行動力をアップするのも含めて何らかの母体をこう今も多分あるのかもしれませんけど、そういう活動をこうあのなるべく一体化して、そして展開していくのと、18歳になったら選挙があるからそのプロパガンダにやられないで、家には自衛隊から案内来ますからね、お父さんみたいにするとどんどん来てますよ、私の知り合いなんでも、どんどん来てます。だからそういうあのことをこうやりながら、あのなんかそういう舞台をね、あの林さんが今までやってらした活動の延長とか、そういう黒川さんのとか、それからいろんなの山本先生がやろうとしていただいたこととか、そういう流れの中でその委員会みたいなプロジェクト方式のなんか目的がある、そういう何らかの活動を行かれたらどうかなっていうふうに、まあ核というか母体が必要だっていうことですよね。そう、まあなんか全国を統一するようななんかそういうあの母体も必要ですし、何よりその地域地域でやっている人たちのやっぱりテーブルみたいなのが大事だと思う。だからある種の予備選挙やるんだったら、やっぱ自分たち自前の選挙管理委員会を作るってことですよね。でその何らかのルールでもってあのどうやってバイアスを減らした、予備投票を低コスト低時間で実施するか、それもモデルが例えば参加者とやってみようとかっていうことにもしなってやれそうなところで、しかもそれも試行錯誤だから、もしうまくいかなかったらもう一回これから混んで考えるみたいな柔軟な感じでこう展開できるといいなと思います。そうなんですが、結構その高校生の予備選挙と何が違うかっていうと、本当に立候補権っていうものにその人の人生とかがかかっていたりすることを考えると、もうなんかそのやっぱ権益を争うことになるわけですから、やっぱり確かに簡単なことではないですよね。でもそういうことをやらない限り、本当に直前になって密室で決まるんですよ。そこがまずいんですよ。野党の候補だって同じく密室で決まってるんですよ。市民の目の前で候補が決まってることなんてほとんどないですよね。東京21区のことでちょっと1分ほどでまとめられるかもしれないですけど、天木直人さんが立候補されたんですね。私の知人で沖縄の名護にいる友人が応援にしばらく東京に来たんですね。でそれで知ったっていうことでちょっと直接じゃないんですけど関わったんですけど、その時に社民党の小糸さん。で、それも完全にいいとか悪いじゃないんですよ。愛媛から落下さん候補で見えて、21区で。それで、天木さんが割と頭固いタイプの人なので、野党共闘に本当に、まあ、本人はいろいろアクセスしたって言ってるんですけど、ことごとく断られたっていう。言ってるし、他の人はそういう見方じゃなくて、彼は野党共闘最初からそういうのには考えないで自分のペースで動いてたっていうふうに言ってる人もいたけども、とにかく21区で社民党の候補が出たのは共産党との調整の結果で、そしてもう本当にポンと決まって、だから全部終わってしばらく経った後に区議の社民党の区議の方とちょっとお話しする機会があった時に、もう少し前までしてたらもうちょっと調整が可能だったかもしれないみたいな、
ちょっと話も聞いたりとか、その時できるだけ東京都でなんとかできないな。それでもし29でどうしてもっていうんだったら、もう一緒のこと山口四区に行ってほしいとか言って、そしてとりあえず直訴しようかって言ったら逃げたんですよね、あの人ね。はい、逃げたっていうか、もう決めちゃってお金も300万払い込んであったんだったので、でそろそろ後に黒川さんが離婚されたことが、あのニュースでニュースで入ってきて、ああよかったっていうか、で立川駅でこっち側で天木さんと、それから安倍政権は絶対に、安倍さんは全然5年間なじみ問題やってくれなかったって本を出した蓮池さんのお兄ちゃんの方が来てくれて、2回応援演説してくれたんです。でこっち側で社民党の候補さんとかはわざわざ沖縄からあの山城さんが駆けつけて、だって両方でワーワーやってて、この間交流らしいです。それが現実だったんですね。この前の本当にいろんな思いをものすごくしましたけど、本当にちょっと何か分かんないけど、みんなが本当にそれを引きずり込めるような運動体を無党派が持ってないとダメなんですよ。イメージがちょっとあるんだけど、あの私は当然二軸そのままじゃないので、ね、とにかくそういう予備選挙ができたらいいだろうなと思いましたけど、そこに至るステップがものすごく階段が高いことあるように感じているので、黒川さんのご提案すっごくいいから、それやっぱりあの模擬選挙、高校生の模擬選挙とかともひっくるめて、私たちが市民として選挙っていうのね、東京都の選挙なんてもうめちゃくちゃですから、あのまあでも各地域で3人ぐらいが本気になったら多分できると思いますよ。本気の若い人を探して、あのもう定年退職も何年も経った70になろうかとしてるおばあちゃんじゃなくて30年ぐらい若い人たちも、まあ、なかなかね簡単でも、まあ少しのチャンスでもね。じゃあ次の、そちらでやりましたね、はい、じゃあそろそろ最後ぐらいになっちゃうんですけど、あと1人分、はい、まあ、直接民主制っていうか、まあ、そういうものをなんとかより具体的に実現したいっていう気持ちはあるんですけど、たまたま、まあ、私は先ほど解説した中で国のシロアリっていうのがありましたね。その中でやっぱり対処にしなくちゃいけないのが2つぐらい抜けてるなと。ということは今後いろんな民主制の運動をするにあたってターゲットにすべきものだと思うんですね。それはね、一番抜けてたのが3県の公共機関と公務員、これが入ってないんですよ。これが加計学園でも森友でも全部悪さしてるわけですよね。この人と、あとマスコミ、例えば読売とか産経があるけども、NHK もあるけど、日経新聞なんてのはさらに自民党、要するに政府寄りになってるわけです。その辺の、例えば選挙民の政党員はダメっていう方式もあるけども、その公務員が日本でも4割以上はいるわけですよね。そこのところの、ね、対策やっぱりやらないと選挙は弱いなと。その辺をさらにまた考えていただきたいなと。ちょっと中だけなんですけども、その辺はやっぱり抜けちゃいけない検討事項じゃないかなと思ってちょっと発言させてもらいます。ちょうどですね、この植草さんがやってくれた講演の資料がですね、これ極めて一部だけ今日印刷して、まあ、植草さんに了解もらって印刷してくれたんですけど、この前がですね、なんか戦後日本がなんでこんなに変な国になっちゃったのかっていうのが延々書かれてる資料で、たった30分しかなかった講演会でもうなんか盛り込みすぎて全くついていけないぐらい濃い内容だったんですけど、まあでもまさにこう正力松太郎が CIA のエージェントでありながら読売グループを作ってみたいなことを、まあ、直球で話していたり、まあ、それは現実だと思うんですが、それはアメリカの公文書の中でもはっきり言われていたことで、どういう勢力がこの日本の戦後の政治を、まあ、歪めてきたのかっていう中において、まあ、メディアはほとんど、権力側に統制されてしまっていると、残念ながら。でそれはインターネットであったとしてももうかなりの部分そうだと思います。
あの僕去年の8月頃ネトウヨの攻撃を日本で一番受けたんですけど、受けてみたらまあすごくよくわかることがあって、攻撃9時5時なんですよ。土日お盆休むんですよ仕事じゃねえかって普通逆普通個人がやってると思うとなんか夜とかの方が多いと思うんですけど、完全にこれ仕事の書き込みかよという状況があり、つまりやっぱネットであったとしてもやっぱ金を入れられて、ある一定の方向に誘導しようと思うとまあやっぱり簡単にできてしまうわけですよね。あのだからやっぱメディア統制がいかに怖いものかで、残念ながらネットがあるから、簡単に我々が勝つとも言えない状況があるのは確かで、ただイタリアの五つ星運動の事例とかは、いやとはいえネットっていうのはやっぱりあのいいものが早く広がる、 ある一なんかそこに真実があるのであれば、今までのメディアではこう既存のマスメディアが抑えてしまっていたものがやっぱネットを使ってしょうがない爆発的に広がってしまったという五つ星運動の運動だと思うんですけど、やっぱりそのメディア対策という意味ではああいう五つ星運動のような、でもそれは個人一人一人の発信力が上がってそれがつながってある一定のところで爆発するっていうことだと思うので、やっぱ個人個人の発信力を上げる、あのベタな話で言うとなんかそのSNS の使い方講座とかをみんなで勉強してみるとか、1個でも2個でもいいから有効的な使い方を学んで1人でも多くの人があの発信力を上げるということになるんじゃないかと思うんです。それは多分具体的な方策があるし、メディアの在り方に対して、まあ、気をつけないといけないよということは多分言っていくべきなんですけど、1時間半いただいてもそれを盛り込むことができないみたいな、まあ、言うべきこともいっぱいあって、まあ、ただあのメディアの話はやっぱり、その通りだと思いますし、でそのメディアの裏側に結局巨大資本があって、その人たちの、権益を守るために、庶民が得られるべき情報は隠されてきて、特に公共機関ですよね。公務員公務員の問題は本当に大きいと思います。で公務員の問題に関してはちょっと僕パッとそのいいアイデアがあんまないっていうとあれなんですが、まあでも特別会計天下りの問題とか、まあ、結局そういうことだと思うんですけど、我々が知らないところで税金がこっそり取られて、安倍総理のお友達のところにばっかり流れている、まあ、別にその安倍総理のお友達というだけじゃなく、いわゆる自公自民党公明党と言われる与党と言われる人たちが利権を作りまくって、まあ、残念ながら庶民国民のことなど考えず自分たちに1円でも多く回そうということをやってきた戦後が今になってるわけですよね。選挙基盤へのお金ですよね、まあ、そういう意味では鳩山政権がやろうとしてきたような企業献金完全廃止とか、でも未だに実現できないですよね多分あの新民進党は企業献金 OK にするんじゃないですかね。希望の党はどうだったかな。希望の党は多分一応、はい、禁止なんだけど、なんか禁止をやめるっていう話がありましたから、でまあ、その辺の、方策を、まあ、政策的に練るべきだということかもしれないと今ちょっと受け止めたんですが、うん、というのが消費税ゼロって言ってる部分だけでもまあすごいこれから壮大なことを詰めていかないといけないと思うんですけど、でも今みたいなことをちゃんと市民で話し合う場、公開の場で、いやこんな方がいいんじゃない、あんな方がいいんじゃない、あれはどうなのっていうことを話し合う場ができることがまず大事だと思いますし、選挙制度であったりとか今おっしゃられた公務員の制度、それはやっぱ人事権も含めて具体的にこう変えるべきだっていうのは議論した方がいいことだという理解ですかね。じゃあ最後に短いお願いします。そろそろ時間が、はい、どうぞ。いいですか。最後、杉山と申しますが、今おっしゃったこの消費税ゼロ、その点が気になります。慶応の井出栄作さんが、消費税に反対を言っていたら永久に政権は取れませんよというふうに講演会で断るごとに言っています。で消費税が悪いんじゃなくって使い道が悪いんだから、その使い道を是正するということでやっていかないと、ダメだと。
規制の政党が消費税ゼロっていうふうなことに黒川さんのその作戦にね乗っかって果たしてくるんだろうかっていう疑問があるんですがいかがでしょうか。僕たちが既存の政党が消費税ゼロって言えないのは財務省に気を使ってるからだと思ってます。財務省に気を使うような人たちと本当に熱い選挙を戦えるように思えないんですけど、そこから考え直してほしいと思うんです。いやちょっと僕もすみません、井出さんの政策に関して不勉強なところもあるんですけど、なんかそのじゃあ他どっから税金取るのと思うんですよ。オールフォーボール、ちょっとすみません僕も不勉強なので理解できてないのかもしれないですけど、いや消費税ゼロにするって言ってるのが我々の政策のポイントじゃないんですよ。金融資産課税とか為替取引税とか今まで取ってないところ、そして取った方がいいところから取るっていうことははっきり言うことだと思うんですよ。その結果別に消費税ゼロじゃなくてもいいと思うんです。なので実はこの政策のポイントは金融資産課税であったり為替取引税であったり、まあ内部留保税である意味での金融資産課税だと思うので、そこだと思うんです。でも井出さんが言ってるのはやっぱり消費税、やっぱり逆累進性が高いですよ消費税は。だし そこはピケティも言ったと思うんですけど、すでに格差がこんなに広がってるんだから、すでにある格差の是正に手を突っ込まない限りオールフォーオールの減ったくでもないと思うんですよ、と今度会ったら言ってみたいと思うんですけど。私も今の井出さん あの主張に関しては 120% 反対です。でどう使うかが問題って言うんですけど、私はそれも 100% 反対で、使い方ももちろん大事なことは分かってるんですが、使い方ではなくて徴税の仕方、こっちの方が 99% 大事 でそれが国の形を、まあ両方ですけどね、入ることと出すことと両方なんですけども、今は特に歪んでいるのは取り方、税金の取り方が根本的で間違って、それを変えないと貧乏人から取りすぎですダメだと単純にということで、なんでこうやって焦ってるかっていうと今日から机を全部片付けなきゃいけないってことになっちゃったんですよこの部屋ということで、そろそろ終わりにしたいと思いますが、やっぱり今日の話をまとめればね、市民反対するだけじゃなくて市民の側が生活に出した経済政策を中心とした政策をバッチリ打ち出すっていうことと、それを実現させようんじゃないかっていう無所属の人たちが集まっていると。で特に具体的には、例えば参議院だったら一人区全部無所属にしちゃうぐらいな、まあ、政策でまとまった、それが大前提ですけど、候補を立てちゃう、そして野党と連携して支持してもらうとかっていう、そういうことを今提案されたわけですけど、これは今までの市民運動の中では はっきり言ってここまで行っているグループとか人はほとんどいないので、非常に有意義だったと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で最後に来月のお知らせですけれども、来月は5月19日ですかね、土曜日はの同じ時間19の土曜日、2時から4時まで同じこの部屋でやります。2です。あ、ごめんなさい、第2会議室でやります。19日です。で、テーマは大げさに言うと我が謀略と共産党監視の日々っていう感じで、お話しいただくのは、去年まで公安調査庁で勤めていた西道博さんにお越しいただきます。はい、あ、それは今日来てらっしゃいますのでご紹介します。1分コメントお願いします。来月に向けて、まあ、先生前の方に出ていいお願いします、はい、カメラが見えます。いや、まあ、はからずも、まあ、そうなったんですけれども、まあ、去年からの強豪罪反対のキャンペーン、すみません、ちょっとお待ちください、話が終わるまで、うん、で、まあ、もちろん安倍政権の下で保安調査庁っていう代表に前のめりになりしじゃあまたお時間ある方は来年をお願いしましょう。ということで、ここすぐ出なきゃいけませんので出ていただいて、交流会に参加する方は出た外で待っていてください。よろしくお願いします。どうも黒川さん、ありがとうございました。